なんと第1回平成クイズ。え嘘だ。嫌なことするでしょ。はい、単調すぎるクイズをさ出してさ、絶対嫌なことがあります。お前らね、ひねくれてるよ。おじゃあ、携帯電話方式みたいに楽しいだけみたいなやつか。今回罰ゲームあります。当たり前だろ、こんな単調なクイズで罰ゲームねえわけねえだろ。ふざけんな。テレビ番組はご褒美があるんです、優勝した人。そうだな。テレビ番組なんで僕たちは罰ゲームがあるんだ。 YouTuber だからだよ。やめてやめよ。一番ドメだった人は罰ゲーム受けていただくんですけど、はい、罰ゲーム先に聞きたい、後に聞きたい。先に聞きたい。じゃあ一番ドメだった人は平成が終わるまで自己紹介の時にヘイヘイ、俺の名前は誰誰、セイエーって言ってもらいます。ダメじゃん。ドメだよ。おい、平成が終わるまでってマジかよ。7月15なんで3月31日まで。やばいこれ。いやどうも、東海のりょうと、としゅうつお、ゆなと、へいへい、俺の名前はてつやだ、せいへい。今回僕がね、映像を用意してきましたんで、うん、その中に映ってる僕を見つけてくださいっていう簡単なルールで、楽しい。4人は勝負してもらうんですけど、はい、一番点数が取れなかった方には、まあ、罰ゲームを受けていただこうかな。やくない罰ゲーム説明まで。さらっといくもん。さらっといくやん。そんな答え見てもしょうがないから。ありますよ、罰ゲームを。その後にめっちゃ簡単なやつが出てきたら答えれないんで。じゃあ、行きましょう、早速。早い早い早い。罰は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 。一応言っとく。一応罰ゲーム1週間ボーリー生活です。行きましょう。オッケー。これはすごく簡単な動画なので、さすがに罰ゲームは必要ですね。やばい、日本中飛ぶ可能性があるの。やばいよ。こういう罰ゲームにしようかな。トライアングル。ピラミッド。ピラミッド。おい、罰ゲーム。いや、さすがにピラミッドに行ってくるとかそういうのはもうバカすぎるから、1ヶ月ファラオ。どういうこと？3人とも。どういうことですか？3人1ヶ月ファラオ。マジできついよって、ね、スケジュール的に無理だ。そうじゃん、無理じゃん。普通に仕事の時は仕事の格好があるとして、プライベートこういう私服を着ていいですよっていうタイミングはもうファラオ。おかしいって。もうできましたわ。はい、では今から罰ゲームを受けてもらいます。誰かこの中の一人が今から一発ギャグをやってもらうぜ。うわー、やだー。じゃんかい戦目は、誰かこの中の一人は失敗してやる。煽ってきた、煽られてる。やばー。失敗されると痛いからな、失敗はされない方がいいぞ。一番遠かった人に符号ポイントが入ってしまいます。なるほど、はい、あ、はい、でですね、まあ、一番ね、その符号ポイントを稼いでしまった人ってのは、おごり高ぶってね、庶民の気持ちを忘れてしまった人ってことじゃないですか。、まあ、あんま良くはないですね、うん、その人はちょっと一度ね、もうお金持ってない時代を思い出してほしいということで、あのタクシー移動を禁止します。そのリアクション、そのリアクション。死ぬ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 。マジで死ぬ。無理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 。おい、待って。出れないってことじゃん。電車があるじゃん。どうやって行くの。ないよ。電車あります。ないよ。東京で電車乗ったら豊橋行っちゃうじゃん。行かないか、新幹線。名古屋か豊橋行っちゃう。岡崎ですらタクシーでしか移動してないプリ。なんでだよ。今ないやろ。それはどのクマ。ん、どのクマ。おっと。怖い。ルールで言うと、罰ゲームを受けるのはとしみすと哲也と芝居なんですけど、そうは問屋に下ろさないです。とりあえずじゃあ、まあ、亮は勝ち抜けということで、一旦もうお疲れ様です。ありがとうございます。素晴らしい、優勝、優勝で考えるのが美しかった。4人で食いますか。4人で食うで許されるかなと思ったんだよね。だから頭だけ食ってほしい。頭か、ケツはだね、うん、いかんとこ食ってほしい。頭。これすごいよね。裏見せないで絶対に。うわーい。ガチすぎるだろお前は。俺ら3人をじゃんけんで決めて、最後に残ったとこ見せたんで。まあまあまあ、そう、見せに行きましょう。じゃあオッケー。お疲れ様でした。先代のイベント。お疲れ様だプー。どうしたの？どうしたそれ？え、ねえ、テツヤ、テツヤさんもお疲れ様でした。高岡さんもお疲れ様でした。イメモルさんお疲れ様でした。はい。ヒロシンさんお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様だプー。なんでだ？なんでだ？ミスなんだよね。そう、なんかなんでなってたのか分かんないんだプーけど。
一番最初に語尾変更ルーレットのルールが次の公演までしちゃいますか、いや待て待て、それはさすがに長すぎるしややこしいと。そうイベントで来てる人しか分かんないのに、そう動画で急に芝居がプープー言い始めたら、そうどうしたんだってなっちゃうから、まあイベントの中だけにしますか、ちょっとぬるいけどね、まあそれはそれでイベントとして楽しいからいっかってなったダプで釈迦になったんだけどな、うん、そしたらそれがそのまま引きつなぜか引き継がれていて、うん、いや違くねってなったんだけど、なんかその場の流れで2ヶ月もうやろうってなっちゃったんだプで結果負けたプじゃあ待って、エヴァレが負けたら3人でしょバカ違うだろそれは3人船長はややこしいだろどう考えても船長ばっかりじゃん、船3席あんちゃん虫さんいいじゃなくてんおい、いい増やすなよ、怖い怖い、ガツガツガツ、よし行くぞ、おーベンコロテ行けるぞ、おかしい、この動画せーの、最初はグー、じゃんけんぽい、じゃあ行きますよ、はい、はい、頑張ってください、行きます、来い来い来い勝者の大応酬、じゃんけんで勝った一人に手札を1枚ずつ裏向きで渡さなければならない、なるほど、しかしそのカードは使えない、問題3枚目、大どんでん返し、ゲーム終了時このカードを持っている人間が全ての罰ゲームを受ける、このカードは発動、りょうが持ってるぜ、りょうが持ってますよね、あありょうが全ての罰ゲームを受けるぜ、だからファラオと一本満足と遊戯はこのカードの持ち主に全て集約されたぜ、ねえそれはないいやわかるわかる